どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖域巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在8月22日阪神戦、いやということでね、伝統の一戦がやってまいりました。まあ、現在広島とは3ゲーム差ですね。一応ね、オリンピック休みが終わってからね、全カード勝ち越ししてるんですけれども、ゲーム差が縮まりました。おかしい全カード勝ち越しで、しかも3勝0敗もね2つぐらいあるはずなんですけれども、ゲーム差が縮まってるんですよね。どんなペースで勝ってんの広島は巨人以上にちょっと広島の勝ちペースがすごいですね。いやもうちょっとだって置いてってるもんね、3位以下を。もういくら勝っても広島が詰めてくる、もうすごいね。はい、このままだと広島も勝率6割乗りそうですね。いや恐ろしい。はい、でパリーグの1位の勝数よりもセリーグの2位の勝数の方が多いからね、恐ろしいですね。はい、さあということでじゃあやっていきましょう。まあ、伝統の一戦ですからね、負けるわけにはいかない。さあメンバー、田口さんいいですね。10勝乗せたいけどね、乗せれなかったんだよね前の動画でね。延長12回2アウトにサヨナラ打ったから。そして高橋さん、おお0勝4敗だったんですけどね、前回ね2勝4敗になってます。そして原田さん、うん、ちょっと1回下げてもいいかもね、強い。まあまあまあ、もうちょっと様子見たい。いいね、堀野さんちょっとね、 お気にですから私の。さあ堀田さんいいですね、堀ってつく人多いよねこの投手陣。戸澤さんいいっすね、21歳でこれ有望なのでは。そしてスナイダーさん、うんいいですね。マクガフさんいいですね、ただちょっとスランプなんだよな。そして太田さんいいね、いいね、からの素晴らしい。未だ負けなしなのはねすごいと思います。はい、まあ、そして打者のを見ていきましょう。さあ勝美さん、まあこんなもんだよね、まあ、こっから2割8分に乗せれたらでかいけどね。そして青山さん、ちょっと2割5分無理そうだな、こっからまた下がっていきそう。いやーなー、青山さんなかなかねヒットが打てないっていう、基礎値だけだったらすごいんだけど、まあ悪くない、素晴らしいですね、素晴らしいですね、素晴らしいですね、悪くないですね。ただね、ハンセンさん早熟なのが判明して、ちょっと能力の劣化が始まってるんですよね。ちょっとここどうにかしたいですね。はい、そしてジョーさん、うんうん、はい以上でございます。さあ、まあ、とりあえずね、やっぱ阪神には勝ちたいですね。あと大塁さんっていうね、毎回タイトル争いしてるピッチャーがいるので、まあ、今日はちょっと大塁さんじゃないんですけれども、まあ、ちょっとそこは意識してますね。はい、ということでメンバーはこのままでいこっかな。うん、いや待て、今日はあ坂本さん不調か、ショート坂本さんで使おうかなと思ったんですけどね、このままでいこうかなと思います。ではやっていきましょう。さあ読売ジャイアンツ対阪神タイガースやっていきましょう。前回も東京ドームだったんでね、勝ちたいですね。いやにしてもね、本当勝った試合全部完封だった気がするからね、1対0、1対0、4対0、2対0かね勝つには完封しかない。さあそしてその4試合中3試合が山本由伸さん先発だったはずなので、頑張りたいですね。さあ0点台ですから、しかも OK、勝った試合全部完封っていうちょっと異常だよな。それぐらいしないと勝てないってことなんだろうけど、前回になって0点で抑えたのに引き分けそうになったからな。ナイスボール。シーズン0点台はさすがに不可能だろうけど、マー君さん超えられねえかな。マー君さんは 1.24 でした。はい、 1.27 か、24はあれか、勝利数か。はい、大輝さん多いピッチャーだ、おい、おい、おお、すごい。パッチリお目目と見せかけて、すごい、もう目力がすごいですね。高澄さん、最近ヒット打てなくなってますね、監督じゃないで。前はね、アウトコースヒッターだから、相手が外角構えてくれたら、打てることもあったんだけど。うん、まあ、当たり悪くないね。さあ、ここまで、勝美さん、大山さんがダメでした。さあ、俺たちのデュークは打てるのか。デューク、前回サヨナラホームラン打ちましたからね。あ厳しいか、いや初回がねなかなか、まあまあ気分しかならないね。さあ CS マジックついてますね、クリンチなんとかだっけ、なんかわかんねえんだよなあんまりそこは。あと CS はいけると信じたい。あーヒット打たれた、さすがに CS はいけると思うんだよな、無理かな。あ待って待って、俺なんで盗塁警戒をしちゃったの、おぶねなんで俺盗塁警戒なんておっしゃったんだ。大山さん走らないでしょ、すでに。OK。さあ、144奪三振。できれば投げてるイニング数を奪三振数が超えてほしいところではある。超えるかな、さすがに。もう144って早くね、そうでもない。さあ、歴史を聞いていきましょう。ああ、走れ。まあ、そうだよな。
さあまず外野に飛ばすことからいこう。前回外野に飛ばすことがまずあの最低条件だところだったからな、うん、ちょっとねグラン、あの外野に飛ばしてくれないと話始まらないですからね。さあハンセンさん見せてくださいよ。あハンセン最近打ってないね。ちょっとハンセンの確定アーチ見たいんだけどな、そろそろ。いやそろそろ見たくないですか皆さんもね。アウト。さあ佐伯さんはさすがに抑えたい。よし。というかさ、この時期まで0点台貫けるピッチャーっているんだね。いや、それ1点台行ったりしてるけど、行ったり来たりしてる、1点台と0点台。これもしかして、このままだったら防御率ランキングさ、1位いけるよね、歴代。ね、あー、勝利数並ばれた。すごい、オリックス強いね。やっぱオリックスがナンバーワン球団ですね。2人とも他球団ですけど、今。じゃあ、ジョーさん、ちょっとフルスイングでいこう。あー、バットに当たらない。あのパワーが使えないのもったいないさ、城島さん。抜け？ああ、ないか。でも足は速い。が右バッターだしな。うん、難しいですね。ザイドモンドまた置いてかれてる。ヒーリーが35本。ヒーリーやべえよな。開幕戦で堀野さんぶったたいてやろうだからな。一番つらかったのはあれだけどね、打たれまくってさ、全打席ヒットの後デッドボールぶつけたことだけど、リアルだったら絶対あれって言ったよな、うん、ホームランとツーベースとシングルヒット打たれて、その最後にやったことがデッドボール当てるっていう、とんでもないことだったね。OK。さあ、外角勝負いきましょう。さあ、スプリットか、いや、インコースいくか。スプリットきた、久しぶりに当たったね、でもいいやつしちゃったんだよな、俺。今さあまたヒット1本を争う戦いか。1点じゃなくて 1本を争う戦い。前回の試合はヒット数がそのまま点数でも違和感ないレベルだったからね。あこれ使うか。見ていけなのにノーツーから振っていくのか。せめて初球ストライク入るまでは待ってくれてもよかったのに。さあランナー出たら一発勝負。これ前回もそうでしたね。ただ出ることはなかった、うん、引きランナーなしで使っちゃったしな。じゃあ次の回岡本さんあたりで一発勝負を使いたいですね。さああのね、北条さんがいた頃のね構成好きだったな、うん、まあ、あんま甲子園見てなかったんですけど、それかマジでさ、当時のドラフトあんま知らないけど、藤波さんと北条さん同時取りした時とさ、阪神ファンすごかったんじゃない、ね、藤波さんと北条さん同時取り、ね、いやあの時の構成ね、だって3期連続決勝ですよね。いや相手が強すぎたけど、大阪桐蔭と日大三高、大阪桐蔭、大阪桐蔭でしたけど、確かね、運がなかったというか、はい、さあ行きましょう、一発勝負。一発勝負ですら打てなくなったよね。おお、対人戦でよく見るあれか、対人戦でよく見ますね、あれ。頑張れ、頑張れ、巨人、うん、さ、巨人の絵があんま知らないっていうファンなのに。なんかさ、本当、鉛玉打ってるみたいで、スイングとさ、あの打球内容が合ってないという。さあ、ヒット、今田0本です、やばいです。守備が重い、危ない。さあ、第4球を三振、よっしゃー、すげえ。今日だけ153振いきたいけどな、今日で。どうだろう、いけるか。おお、取った、ナイスキャッチ、ゲーム特有の取り方だね。さあ、ジョーさん、フルスイングでいきましょう、チャンスメーカー、ジョー、あー、詰まった。最近、ホームランがな、デュークの1本だけじゃねえかってぐらい見ないね。さあ、城島さん、ジョーの敵を、ジョージョーコンビで、あー。さあ今田ノーヒットです。さすがに山本さんにヒット打てとは言えないので、まあ仕方ないわ、まあこれは仕方ない。さあ左が続きます。さあ左キラーがですからね、左勝ってほしい。よし、相手も大概だけどね。相手も大概ではあるけど、うん、なんか貧打線やってるね。さあデューク、デューク、
おもっ、これあれ取れないのちょっと致命的じゃない、勝見もだけど。もうさ、あれで打たれるとかかわいそうすぎるわ。ナイスボール、150奪三振乗りましたね。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右のバッターボックスは5番北条。まずい、第9投げました、打ったこれはいい当たりだ、入れば先制だ、いった、あ1点台乗っちゃった。相手の引っ張勝負はホームランになります。こっちのチームだとボテボテの内野ゴロになります。これが監督試合です。はい、さあ行きましょう。勝見、山本さんにも1点台はちょっと無理そうだ、0点台は無理そうだけど、本当0点台無理だよな。ホームラン、ツーランホームラン打たれただけでもうすぐに終わるんだもん。全試合9イニング投げてさ、1点取られちゃダメなんでしょ。だからやばいな、これは確実に勝てない、無理。これ完全試合あるよな、完全試合あるよ間違いなく。あれ大瀬良さんにやられた以来の西武に行った大瀬良さんにやられた以来の完全試合ある。2対0、東京ドーム完全試合。杉内さんか杉内さん確か2アウトから3、あれフォアボールだよね。あれ正直次の打席の秀沢さんの打席を見た限り、あれ取ってほしかったなって部分ありましたけどね。あれマー君さんだったら違う、2対0だったんだよね、あの試合もね。リプレイをご覧ください。山本8回の裏、これからさあ使っていこう。本当はランナー出してからなんだけどダメだわ。いいんじゃないですか、いいじゃないですか。とりあえず完全試合阻止したよ。いやここ追いつかないとマジでちょっと動画的にはちょっとなんかもうあれだよ、つまらなくなるよ。打ちました、北条掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わり、たまには打ってくれ。投げた、打ちました、初球打ち。なぜ相手が一発勝負使った時に一番いい当たりを飛ばすのか。だかさ、希望がなさすぎないこの試合。前回もそうだったよね、点取られたら終わりって、あの考えてみたらやばいよな。4試合中、あ4試合全動画で勝った4試合全部完封勝ちで、4試合中3試合が山本由伸さんという頭おかしいことやってるからな。この回の先頭バッターは島田、通算500安打まであと9分として打ちました、抜けた。いやー由伸さん頑張ってほしいけどな、ただ負け運持ちなんだっけか。まずいね。オッケー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、ナイスボール、素晴らしい。右バッターボックスは大山、さあ大山さん怖いよ。交代かな、あれがヒットになるのつらいな、厳しいね。相手はポテンって落ちるんだけど、こっちのボテボテはそうはならない。さあピッチャー変えて、ピンチに強いの誰、ピンチに強いの戸沢で行くか。あれ戸沢に期待する。3年目の若手に出させる場面ではないんだけど。次が4球目、投げた、ああやらかした、がそして今拾い直した、おナイス強肩、いい肩強かと思った以上に素晴らしい。2者残塁、9回の裏2点を追いかけます。さあ城島さん、ヒットだよ。これはまた一発勝負で若様チャレンジするしかない。いやでもランナー出さなきゃ始まんないからな。さあ前回ちょっとヒットになりました佐竹さん、行きましょう。あれホームラン打ってね、あれさあ前回ファーストとセカンドの名付けでヒットにしてもらって1軍残ったというのに。いや俺はね、ヒットで あくまで同点を狙ってるから。あーダメか、同点にするためにまずランナー出てから一発勝負っていう考えだったんですけど、はい、ということで1安打完封負け。いやー、今季動画で勝った試合全部完封勝ちという流れだったんですがね、前ホームラン打たれてしまった時点でダメだったのかなと。ただ一発勝負使って相手はホームランになるけどこっちはならないというのは辛いですね。はい、ということでお願いします。チャンネル登録高評価しない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄にあります、あります、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さよなら、じゃあね、また会いましょう。2点差で敗れました、勝利投手は再起。